タイガとは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、コンプトン出身のラッパーである。本名は、マイケル・スティーブンソン。身長173センチメートル。人気ヒップホップバンド、ジムクラス・ヒーローズの、トラビー、マッコイのいとこである。2008年には、そのトラビー自身も所属する、大手ディケイダンスレコードとの契約を勝ち取り、同レーベルから、アルバム、のイントロダクションでデビュー。 全米ビルボード200にて初登場112位と、セールス面では落ち込んだものの、ロックとポップミュージックのテイストを織り混ぜた斬新なビートが話題を呼ぶ。しかし、その後、リル・ウェインと出会い、ウェイン自身が所属するヤングマネーレコードへと移籍。2012年に発表したケアレスワールドライズ・オブ・ザ・ラスト・キングは、全米で初登場4位を記録するヒット作品となっている。 2008年6月10日、デビューアルバムの、ノーイントロダクションをリリース。発売週に6800枚程度を売り上げ、全米ビルボード200にて初登場112位を記録。2011年12月2日、セカンドアルバムからの先行シングル、ラックシティを発表。全米ビルボードホット100にて、最高7位を記録するヒットを記録。2012年2月20日、セカンドアルバム、 ケアレスワールドライズ・オブ・ザ・ラスト・キングをリリース。前作よりも大幅にセールスを伸ばし、発売週に6万1000枚程度を売り上げ、全米ビルボード200にて初登場4位を記録。現在までに累計10万枚以上を売り上げている。ありがとうございます。